はい、ということで私本日20歳の誕生日を迎えることができました。やったー、ありがとうございます。20歳になりました私。ということで今日は誕生日なので誕生日っぽい絵を描いていきたいと思います。今頭の中にあるのは大きいケーキを、食べるとかですかね。何かを決めてから描くというよりは描いてる途中にどんどん決めていく。まずは下書きね、だいたいどんなん描こうかなっていうのを決めていきます。このこういう風にフォークでケーキを取ってフォークに刺して食べようとしているという感じはどうでしょうか。ケーキを食べていってるからちょっと傾いてる感じとかにしたら面白いかなって思いますね。まあ今はラフスケッチみたいな感じですからそんなあれやけどね。いつも僕の絵には結構クレイジネスな要素があるんですけど、いつも今んところまだまともですね。結構まあ絵ってやっぱ誇張がないと面白くないみたいなとこあるんで、まあ、せっかく何でも描けば実現できる世界なんでね、現実ではなり得ないようなことをした方が面白いということです。せっかくなんで現実ではなし得ないことを体現してみます。それではケーキを描いていきましょう。まあここのポイントはあれかな、いかにふわふわに描けるかですかね。ふわふわ、よし、こんな感じでどうでしょう。じゃあ色塗っていこう。このスポンジケーキの色なかなか難しいよこれ。そうやな、もうちょっとなんか遊びたい気はするな。まあそうやな、とりあえず適当にここら辺に、まあ、なんか手でも刺しときましょう。おめえ何言ってんだ。まあ適当に手刺しときました。ゾンビの手みたいなねイメージです。理由はわかりません。これであとはまあ影をつけてなんか文字を上に書きたいところですね。 Happy birthday to me みたいなね、こういう感じでいきましょう。 OK、 これでいきましょう。じゃあ影をつけていきます。まあまあだいたいこんな感じですかね。まあ1時間強ぐらいかかりました。こんな感じです。じゃあこれで完成ということで、はい、今日はね、Happy Birthday to me という自分に向けての誕生日おめでとうということで、今日は20歳になりました。こんな絵を描いてみました。それではバイバイ。